見て見て、これめっちゃかわいい。ほら。皆さん、おはようございます。韓国ソウル2日目の朝です。はい、起き上がりたいと思います。よいしょ。はい、寝起きの五十肩ですが、かなり良くなってきました。もう1回で起き上がれるようになってきましたよ。夜も痛みで起きることはなくなってきました。いやー、よかった。はい、では韓国ソウルの朝を見たいと思います。ででん、お、いい天気です。いつもご視聴いただいている神奈川のカレー屋さんのまさんこさんが、みつ先生これうちのコーヒー飲んでねって送ってきてくれたんですよ。ね、白クジャクって書いてますね。はい、このコーヒーを早速いただきたいと思います。あ、いい香り。はい、本日の予定を発表します。本日はですね、コギャルたちに歴史観光をしてもらい、イクソンドンで今話題のカフェに行き、ミョンドンの韓国ダイソー、トンデムンで化粧品、お土産、これまた話題のヨクトッポギに行き、夕方から夜は南山のケーブルカーに乗り、韓国の絶景を見ていきたいと思います。大丈夫かな。今回の、少しグレードアップしているお部屋、ベニュージーさんですが、悪くないんですよ。悪くないんですけど、ちょっとね、これ洗面所のこの音がちょっとね、聞いてみてください。あれ、これ音大丈夫なんでしょうか。皆さん超うるさいんですけど、これ大丈夫なのかな。隣の部屋に迷惑かけなきゃいいんですけどね。ブォーって言われます、ブォーって。ちなみにですね、トイレはサムスン、サムスンのこれオシュレット付きのトイレです。そして昨日気がつかなかったんですけど、洗面所はイナックスならぬイナスになってます。改めましておはようございます。みつ先生旅です。はい、今日はソウル2日目になります。はい、今日も娘たちを連れて楽しんでいきたいと思います。行ってきます。韓国の朝です。今日もいい天気ですよ。だいぶ暖かくなってきましたね。朝通勤する人たちが結構移動していて、あとは旅行客の方たちも結構キャリーを持ちながら移動してますね。朝ごはんを食べたいって言っていて、どこで食べるかなという感じなんですけれども、あ、おでん屋さん開いてますね。この本当に大都会の中に川がね、こうサラサラ流れてるってすごくいいですよね。
ございます。はい、じゃあ行きますよ。レッツゴー。あれなるわ。はい、レッツゴー。今ですね、ぐるぐると朝ごはんを食べられる店を探してるんですけど、なかなかない、見つかってないですね。朝ごはん、朝ごはん、See you。こういうなんか国旗の店とか電気屋さんとかは開いてるんだけど、なかなか朝食屋さんがない。ここもほら定食屋さんだよ。これ魚とかあるよ。ほら美味しそうじゃない？いらない？大丈夫？うん、魚屋さん、ほら魚焼いてるね、すごいね。ママはこういうお店で食べたいのになぁと思いながら歩いてます。2番超芸さ、朝ごはんです。これで500円ぐらい。おいしい。辛いね。めっちゃ辛い。辛かった。タラはうどんで、ユナはこれ餃子スープ。餃子スープ。餃子とお餅スープ。おー、美味しそうだね。美味しそう。美味しそう。餃子だね。そう、あとお餅。韓国で、一番大きな仏教のお寺朝鮮さんにやってきました。じゃあこちらをこちらの、ね、中を見ていきたいと思います。おー、綺麗なお寺です。はい、入るよ。朝鮮さんは600年以上もの歴史を誇る寺院です。韓国仏教チョゲジョンの総本山です。
綺麗。はい、これ可愛いですよね。あの仏様がねお生まれになった時ですね。指を天に向けて天上天下唯我独尊って言ったんですよね。はい、本当に極彩色の素晴らしい綺麗なお寺です。たくさんの方がお参りに来ていますね。あの綺麗なカラフルのアンドン、アンドンっていうのかな、提灯みたいなのがついてるじゃないですか。これが仏様のお誕生日の月かな、多分4月か5月ぐらいになるとここのねお空一面を埋めるそうですよ。その時に来ると本当に素晴らしい景色が、もっともっと素晴らしい景色がね見れるそうです。ね、これすごい可愛いね。これ聞く、すごいですね。こういう植物なのかな、あ、くっついてんのかな、オブジェですね。これ幽霊、この中にもう金ピカの仏様がいるんですけれども、いらっしゃるんですけれども、これがね中に入って撮影がちょっとできないので、都会のど真ん中にこんな歴史的なお寺があるなんてね、すごい考えられないですよね。で周りすごいですよ、もう大きなビルで囲まれてますよ。はい、ここはテンプル体験といって、外国人の方がここのお寺にこうステイをしながらお坊さんの修行ができる、ちょっと珍しいお寺でもあります。いや、すごい綺麗、本当に綺麗。国際式すごい天気。平日だよ。ん？うちらニート？ほら、君たちの好きな靴下売ってるよ。うちの娘のナルですが、到着初日にサンダルが壊れてます。ガムテでぐるぐるしてます。この巨大なビルはヒョンデグループの本社でしょうか。はい、チャンドックにやってきました。チケット売り場はこちらです。19歳以下は無料、パスポートの提示が必要です。私は55歳、初老なので300円ほどかかりました。はい、ではチャンドックにやってきました。これは世界遺産かな。キョンボックンが世界遺産じゃないんですよね。でもキョンボックンの方が大きいらしいんですけれども、ね、こちらはあのキョンボックンが火災で焼けてしまった時に王様がこちらに住んで、そしてこの韓国を治めていたようですね。すごいね。まあ一人で行くからね、せっかく連れてきたのに。わあ、
美しい。もうコギャルたちは放っておいて、ご視聴いただいている皆さんにご覧いただきますね。このお墓のような石は王様の前で並ぶ時の目印です。位が書かれています。サラだけ来てくれた。優しいね、サラ、ありがとう。二人で少し見て回って、待ってる二人が心配なので戻りました。滞在時間15分。ミルトースト見つけたんですけど、めっちゃ並んでます。めっちゃ並んでます。あ、でもそうでもない。カムサムニダー。すごい。これめちゃめちゃ、これめっちゃかわいい。ほら。暑いよ、暑いよ。いくよ。え、すげえ。わあ。美味しそう。食べ物前に出して。かわいすぎ。かわいい。よマジかわいい。グッ、大好き。いただきます。パンがもちもちで、中のさつまいもが本当甘くて美味しいです。お砂糖を使ってるみたいに甘いけど、でも多分自然な甘さ、すごい美味しい。初めての感覚。へミョンドン駅に直結してショッピング街が広がっています。雨の日でも濡れないでお買い物ができます。ザ・マスクショップは問屋街の一角にあります。韓国コスメがとにかく安い。2階にはお菓子や食品も安く売られていますので、お土産をたくさん買う方は重宝するかと思います。私的にはオリーブヤングより面白いなと思いました。
あって最高。はい。はい。さすがに疲れたのでカカオタクシーを呼びました。トンデムンからチョンロサンガのホテルまで10分ほど、タクシー代は600円ぐらいです。では念願のいのちゃん、ずっと楽しみにしていたロープトッポギを開封していきます。はい、本当にこんなでかくてびっくりです。三つ先生の一つある。これが三つ先生のかな。うん、わかんない。どっちから。うん、薄い。多分ちっちゃいの。待って、これえぐいよ。わ、すごいね。こんなでっかい。すごい。これで開封してみます。はい。開けてみます。はい。このお皿が夢でした。これで食べるのが夢だった。そう、あの。じゃあ。じゃあ。わあ。すごい。これはおでんと、うん、あとトッポギに、うん、プラスにぶんもじゃと、うん、チーズと、うん、かな、うん、あとトッポギもうちょっと追加してこちらになります。すごいね、この量すごいよ。量マジで。これ一人で食べるの？それは無理ですね。助けます。お願いします。じゃあみんなで食べてください。はい、いただきます。はい、では、ゆなちゃんがおすすめのあ翼トッポギ、はい、を買ってきましたので私の分をご覧いただきたいと思います。はい、すごい、すごいです。チーズかな、チーズが入ってトッポギが入ってます。はい、私のはシンプルな何のトッピングもしてないのにしました。いただきます。あ、ウインナーとか、あとこれなんだろう、麺かな、え、お餅が入ってます。いただきます。トッポギ、あ、持ち上げちゃいけないんだよね、韓国はね。いただきます。うん、これ辛さ一番辛くないのにしたんですけど、めっちゃ辛い。これゆなちゃん食べられてるのかな、これ大丈夫かな。めっちゃ辛いです。でもやみつきになる、なんかお出汁の味とこう辛さと、なんだろうな、おでんの出汁をめっちゃ辛くしている感じ。これはあれですね、韓国のおでんによくこう畳んで串に刺さっているはんぺんみたいなやつだと、はんぺんじゃないや、かまぼこみたいなやつだと思います。うん、この出汁はきっと魚系の出汁ですね、だと思います。すごい。うん、あら、もう辛っ、舌が痛い。ネギとか、あとなんだろう、白菜かな、これなんか野菜も入ってますね。やっぱり韓国といえばこうお餅とチーズの組み合わせなんですね。辛い、あーめっちゃ辛い。ごちそうさまでした。娘たちがもう疲れて出かけられないというので一人で南山のケーブルカーに乗ってきたいと思います。今タクシーを呼びまして待ってます。
人だと結構寂しいもんですね。まあいつも一人だからね平気なんですけど、はい、なんか突然ポツンとなってます。体力ないね今の若い子ね。おばちゃん頑張ります。一人でやってきました。ケーブルカー乗り場でチケットかな買います。夕焼けにはちょっと間に合わなかったんですけれども、さあロープウェイケーブルカーかな乗ってみたいと思います。チケットは1万5000ウォンで往復です。はい、皆さん本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。今回はいいところで動画が終わっていますが、次の動画で夜景からそして帰国まで編集してご覧いただきたいと思っております。コギャルたちにとっては韓国の歴史的建造物はあまり興味がなかったようですね。お買い物をしていた時の方が生き生きとしていたように見えました。はい、ミツ先生の本職はヨガセラピストです。体調不良やがんやうつ、更年期、シニアの方たちが安全にそして安心してヨガに取り組めるヨガセラピー、メディカルヨガの普及活動をしております。どうか身近な方にヨガセラピーが必要な方がいらっしゃいましたら、ぜひお声掛けいただきたいと思います。はい、そして体調不良の方にも対応できる心あるヨガの先生を育成する事業も行っております。そしてハワイの太陽の下、ヨガをしたり、深呼吸したり、パワースポットに行ったり、そして安全な美味しい食事を食べて人生を楽しむハワイ保養ステイ事業も行っております。興味のある方は概要欄からぜひご覧になってみてください。はい、では引き続き老眼がしょぼしょぼしておりますが、頑張って撮影編集をして皆さんに楽しんでいただける動画を作っていきたいと思っています。よかったらチャンネル登録、そしていいね、ベルマークを押して次の動画も楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです。それでは皆さん、次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。